ジャルウェイズ58便エンジン爆発事故は2005年8月12日に福岡県福岡市にある福岡空港で発生した航空事故である2005年8月12日福岡発ホノルル業のジャルウェイズ58便が福岡空港を離陸後にエンジントラブルを起こし福岡空港に引き返した 当該機は午後7時45分頃に、帝国通り、福岡空港の滑走路34を離陸したが、離陸後20秒後に突然左エンジンが火を吹いた。パイロットもそれに気づき、管制等に連絡後、左エンジンを止め会場まで飛行、燃料を消費し、約30分後に、福岡空港に引き返し、緊急着陸し乗客ら229名は、無事であった。 事故による死者はいなかった。また、リリクルートのほぼ真下に位置する福岡市東区車両2丁目3丁目の住宅街にタービンブレードの金属片が落下し、それに自ら触れた5人が軽い火傷や軽傷を負った、他、乗用車のフロントガラスが破損した。偶然にも、取材で福岡空港に来ていた NHK、 福岡放送局の取材クルーがこの事故を撮影し、その日の夜の NHK ニュースなどで、エンジンが火を吹く瞬間が放映された。なお、本件は統計上は、事故ではなくイレギュラー運行扱いである。売却後、アメリカで保管される、当該機事故機は1980年12月に、日本航空に納入された、マクドネルダグラス社製の DC-10 から40で、 事故時点での起動しは約24年だった。エンジンはプラットホイットニー社の JT9D-59 アンペア型を搭載していた。事故から17日後にアメリカへ売却され日本航空から退役した。2014年現在もアリゾナ州ピナル飛行場で保管されている。エンジンを止めることになった原因は1枚のタービンブレードが破損し、それが 他のタービンブレードを巻き込んだことによる破損した原因はブレード表面の侵食によるクラックであると推定されている小さなクラックが遠心力と熱により拡大したクラック幅が拡大したことにより中を循環する冷却空気に漏れが生じ冷却空気が循環せずにブレード表面に熱が蓄えられたためブレードが破壊したこれがきっかけとなり ブレード編が他のタービンブレードを破壊した。この事故の後、JAL ルグループは2005年10月で DC-10 を退役させ、ほぼ同型のエンジンを使用していたボーイング747については、エンジンの検査間隔を2500時間から1000時間に短縮するという改善策を取った。ありがとうございます。